元気ですか？のりくん、焼肉行くか？行きたいけど、今一番焼肉食べたいですかんな。大丈夫かい？レイ、大丈夫だよかんな。お腹すいたぐらい。家にいます。減量は順調です。埼玉スーパーアリーナ行きます。ありがとうございます。もう追い込みが終わると途端に暇になる。かんなちゃんが K1 に行くとしたらちょっと全然わかりません。失恋した助けて。今だけだ辛いのはきっと。ヨギボはカンナがゲットするんで誰にもあげません。朝倉兄弟のジム見ましたか？何なんですか？サスケ楽しみです。あ、明日かサスケ。明日ですね。いけないのでピッピッピッで全力で応援します。ありがとうございます。チケット今回ね本当に全然みんな取れなかったみたいで、カンナの知り合いも取れなかったって言ってました。こんばんは。ユキボ欲しい。カンナもクリスマスケーキね食べちゃいました。ちょっとだけ。めっちゃ天然そう。いい、サスケは本気でやりましたよ、ちゃんと。勝てそうですか？勝てそうです。PV がかっこよすぎ。見ました、皆さん。見ました、カンナの YouTube のやつ。めっちゃいいね、あれ。めっちゃかっこいいの作ってもらいました。今日はご飯食べてません。お餅を食べました。お餅1個。試合後一番何食べたいですか？試合後はまだね分かんないですけど、今はね味濃いもの食べたいです。癒しがいるってあるっていいですよね。焼肉お願いするか、のりくんに。勝ったら。減量はね順調です。頑張ります。